こんばんは、今回は GTA5、まあ、実はね GTA5 のゲームプレイやりたいと思います。今回は新しい車を紹介したいと思いますね。まあ、なんだっけ、火曜日 GTA オンラインのアップデートが来ました。面白いな、たくさん車が出てきました。たくさんではないけど、かっこいい車がありますね。かっこいい戦車、バイク、ミリタリー車とかあります。で、隠された車はスーパーカーとクラシックスポーツカーと、なんだ、インサージェントの車もありますね。ちょっと紹介したいと思いますね。さっき出しました。あと改造したんだけど、今回は改造しないです。ただまあ、紹介したいと思いますね。出したいと思います。これは今 PC1 でやってますね。 PC1、ちょっとモッドスクリプト入れました。スクリプト入れないとこういう車出すことができないです。じゃあちょっとやってみて出ますね。まず、アルデンっていう車です。これはスポーツカーか。今ちょっと風邪ひいてますね。だからあまり、長い動画したくないです。ちょっと待って、アルデンはこれです。これも、まあこれはクラシックスポーツカーです。で、この車の好きなところは上、ちょっと待ってください、こうだろ、一人称、そう、なんかガラスがありますね。上ガラスになってますね。こんな感じ、クラシックスポーツカーで、これね、前のとこ見ると武器がついてます。武器だから、マシンガンかな、マシンミニガン、あれ、あ、これ、こんな感じ、やばいな、これがやばいです。この車先改造しました。だからここロサントスカスタムで改造できますね。改造できます。まああと見るとオセロアルデンになってますね。で、スポーツカーです。これはまず1台です。今まあゲームプレイでやってますから、この動画ちょっとカットしないかな。次はちょっと待って、次はバクネルっていう車です。バクネルはね、これ、このスーパーカーはプロトに似てますね。このスーパーカーは武器がついてないよ。これ武器がついてないです。ただ、まあ多分これはあれじゃない、なんだっけ、スタントレース使うんじゃない。スタントレースで、そう、これとこのアルデンっていう車、スタントレースでやると思いますね。で、これも改造するときは、まあ結構、まあ改造したら結構最高の車になりますね、これ。今でも結構かっこいい車だ。改造するとやばいです。これね、バクネルっていう車です。スーパーカーです。まあ値段は今ちょっとわかんないんだけど、ハッカーが出しました。このこういう車の値段多分100万150万ぐらいかかるんじゃない、ちょっとわかんないけど。 OK、 次はチーター。このチーターはクラシックのスポーツカーです。これはチーター2になってます。これ、この車も好きです。クラシック車好きです。で、フェラーリのクラシックパクリクラシックカーのパクリじゃない、これ、ここに止めましょうね。改造しない、今回は改造 しない。多分まあ2台ぐらい、そうね、2、3台ぐらい来週の火曜日に出るんじゃない、わからないけど、あんまり何も言いたくないです。次はね、ナイクシャル、この車好きです。ちょっと待って、これナイトシャルになってますね。これちょっとインサイジェントに似てますね。こんな感じ。これ早く欲しい。この車の改造するときはね、やばい車になりますね。改造するとき面白い。さっき改造しました。で、この車の中に4人乗れると見ます。で、横に、ここ2人、あとここも2人、だから8人ぐらいになるんじゃない、この車の。面白いな。こんな感じです。これも、ここに止めましょう。はい。で、そうしたら、次はトレロっていう車です。ちょっと待って。OK。次はトレロを書きますね。トレロはこれです。これもクラシックのスポーツカーです。で、これね、
この車ボキがついてない、これもボキついてないけど、うん、これも面白い、この車の、改造はやばいです。好きだった さっき改造しました。トレロ、多分これも、フェラーリのクラシックスポーツカーのパクリだと思いますね。昔のフェラーリ、ここに止めましょう。ここには5台がありますね。この車まだ出てないよ。 GT オンラインで出てないです。いつ出るのかな、ロクサ。次は XA21 です。 XA21 書くと、スーパーカーが出てきます。スーパーカーです。この車も好きです。この車も好きです。改造するときがやばい。この車の改造はやばいです。ここに止めましょう。ちょっと待って。あ、これこのインサージェン、これナイトシャール、このナイトシャールはね武器ありますね。だからこれも、ミニガン、ちょっと待って、これここは4つがついてますね。4つ、やばいなこれこれやばいな、面白いなこの車、好きです。OK、次の車出しましょうか。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ。次は、テクニカル3っていう車です。この車はね、こんな感じになってるんだけど、でかいトラックで改造できますね。これは、ロサントスカさんで改造できないよ。だからでかいトラックで改造しないといけないよ。だからこれはまあ、この前見るとテクニカルと似てます。だからこれはそのままで、最後はインサージェント出しますね。インサージェント、インサージェント3にしますね。そしたら出てきます、これインサージェント3。この車も好きです。まあ上にミニガンみたいな武器がついてます。あとこれも改造するんだったら、でかいトラックの中に入れて、そこで改造できますね。加算で できないよ、改造できないよ。こんな感じです。面白いな。これは、8台の隠された車、まだ GT オンラインで買うことができない。多分来週に2、3台ぐらい出ると言いますね。わかんないけど。それか、僕はね、ミッションやってた時はね、このカリンレベルが出てきました。これ。だから多分ね、ミッションしながら、こういう車をアングラックできるんじゃない？ちょっとわかんないけど。それまで、それはっきりわかんないけど。とりあえずこの車、確保されてますね。今、買うことできないよ。こんな感じです。面白いな。で、とりあえず皆さん、ここで俺に出ます。今回の動画は、まあ、ゲームプレイでした。ちょっと早かったです。改造してないよ。ただ、紹介したかっただけです。こんな感じです。で、まあ、今回のアップデートは最高。面白いです。本当に面白いです。で、とりあえず皆さん、ここで俺に出ます。まあ、ゲーム楽しんでやってください。